松本隆さんおはようございます公明党の松本隆です通告に基づきまして質問をいたします クルーズ船の機構と経済波及効果について近年大型クルーズ船の機構に全国の自治体や観光関係者から熱い視線が送られ各地で大型船の受け入れ体制の整備や活発な誘致活動が広がりを見せております首都圏への経済の一極集中が進む中 西日本に全体の8割が寄港するというクルーズ船の誘致は地域経済への波及効果に優位性があるとのことでありますまた西日本にクルーズ船が多く立ち寄る要因として多くの訪日客が利用する中国発着ツアーが地理的に近い港を求め旅行日程に 組み込む傾向が言えるととのことでありますインバウンドの増加などを追い風に関西において2018年のクルーズ船機構数は3年連続で増加する見込みで大阪港や神戸港また和歌山県内の港でクルーズ船の増加が見込まれており地域活性化への期待が大きいことから 各地で大型船の受け入れ体制の整備や活発な誘致活動が広がりを見せているとのことであります一方日本海側では京都の海の玄関である舞鶴市がイタリアのコスタクルーズ社を誘致して昨年の4月27日にクルーズ客船コスタネオロマンチカ号が 舞鶴港に初寄港されており、寄港誘致の成果を拡大しようと、畳舞鶴市長や京都府関係者で同日の夜、舞鶴港から乗船し、各寄港地で誘致活動を展開されております。その折、舞鶴市と京都府は、京都舞鶴港クルーズキャラバンと銘打ち、 気候地の市長湾岸行政の港湾行政の担当者や旅行会社などを訪れ直談判とも言うべき意見交換を交わしながら舞鶴をはじめとした海の京都の魅力を最大限にアピールされています。畳市長曰く同じ近畿の神戸港に比べ舞鶴はまだまだ知名度が低いとして 自分が体験することで地元や各寄港地への方に日本海クルーズの魅力をより詳しく伝えられるようにしたいと語っておられますまた今年舞鶴に寄港するクルーズ船のスケジュールが次々と固まっておりヨーロッパの2隻の初寄港が決まっているほか韓国・プサンと舞鶴など 日本海側をめぐる同クルーズ客船コスタネオロマンチカ号も夏のクルーズで11回舞鶴入りをするとのことであります。本市においても町人仕事総合戦略の中で海を活用したパーククルーズや海上交通を活用した観光コースの定着など効果的な取り組み事業として推進をされていますが 舞鶴市などの気候誘致に着目し大型クルーズ船の気候は地域経済の波及効果が期待され観光振興とともに地域活性化にもつながる有用なものと考えますがその所見につきお尋ねしますまたこれまでからオセアニックグレイスの初入港をはじめ日本丸やアスカツが立ち寄り昨年の すみません失礼しましたその折舞鶴市と京都府はクルーズキャラバンと名打ちすみません <laughs> その折舞鶴市と京都府は 京都舞鶴湖クルーズキャラバンと名打ち、寄港地の市長、港湾行政、すみません、<laughs> 間違えました。またこれまでから、オセアニック・グレースの初入港をはじめ、日本丸やアスカ2が立ち寄り、昨年の9月22日には、パシフィック・ビーナスなどの大型クルーズ船が入港しております。今後において、多くのツアー客を望むものとして、 大型クルーズ船や中小型客船の寄港地としての誘致に力を入れる必要があると考えますが、お尋ねします。もう1点は、クルーズ船が入港し、ツアー客が立ち寄るための対応として、現在、沖合でツアー客がクルーズ船からの移動手段として、単語海陸のシャトル船が着くための浮き桟橋を宮津海陸から借り、 乗り降り降しておられますしかし使用している浮き桟橋もその目的で購入されているものではないのでクルーズ船からタラップを降りられシャトル船との間が狭いため余裕を持った浮き桟橋の環境整備などが必要になると思いますがお尋ねします。次ににに地地としてて域が潤う仕組みづくりにつなげていくためにも 客船の入出港時の歓迎見送りにおいて乗客及び乗組員の方々へのおもてなしということであります昨年9月5日に発行された広報誌宮津のお知らせ版にクルーズ船パシフィック・ヴィーナスが宮津湾に入港の際船内見学の参加者募集のことが掲載されていました申し込み問い合わせは 本市の企画部観光定住課が窓口でありました一方次の寄港地へ向け「出港に合わせ見送り船に乗りませんか?」との申し込み問い合わせ先が単語改陸になっておりました入港時の対応は市の窓口で出港時は民間窓口対応では市としておもてなしへの関心が薄れ受け身になります。 入出校時において市として主体的主導的に進めるべきことでありそれがおもてなしの心へ通じていくものと認識いたします舞鶴港では出校セレモニーに宮津の高校生による吹奏楽演奏が行われたり香川県の高松港では客船を迎えるために楽団を出したり高校生の初動パフォーマンスなど披露されており 大阪港では、入出港時に歓迎見送り放水や吹奏楽の演奏などで、乗客や乗組員の方々におもてなしをされているほか、各地の港で歓迎セレモニーや地元特産物の販売など、多彩な入港歓迎行事などを展開されています。大々的なことはできなくても、歓迎と普及啓発の意味を込めまて、 込めまして懸垂幕を掲げるとか中小型客船などであれば出航時に敦賀第一ふ頭での高校生による吹奏楽演奏を行うなど心と心が通い合う何らかの対応があると思いますがおもてなしへの取り組み考え方につきお尋ねし質問といたします。 安藤理事兼企画部長え私から松本議員のクルーズ船の機構と経済波及効果についてのご質問にお答えします議員お触れの通りクルーズ客船が機構すると乗客がオプショナルツアーやフリー散策などで 地域を周遊されることから観光振興や地域活性化につながるものと認識していますこうしたことから引き続き京都府と連携してクルーズ客船の入港誘致に取り組むほか舞鶴港との連携や観光地としての魅力を高めることで選ばれる観光地となりクルーズ客船による経済効果を高めてまいりますまたご質問いただいた クルーズ客船から連絡船への乗降時に使用する仮設の浮き桟橋についてですがクルーズ客船の宮津港入港時に使用される浮き桟橋は長さ約15メートル幅約6メートルで十分な大きさがありクルーズ客船の船体にロープで固定されるので高齢者の方でも安心して乗降されているものと認識していますが今後の使用もあることから関係者に聞き取りなどを行い 安全面について再度確認をいたします <laughs> 最後にクルーズ客船の寄港時における歓迎についてですフリーで散策される乗客はクルーズ客船から直接門司地区の天の橋立桟橋まで連絡船により送迎されますがその際天の橋立運河を航行し海線橋を通過することに大変好評をいただいておりますさらに到着した天の橋立桟橋では 臨時観光案内所の設置や歓迎旗を持った地域の皆様ご当地キャラプリンセス天の橋立などによる出迎えをまたクルーズ客船出航時には見送り船の運航など海の京都 DMO 天の橋立地域本部と協力してできる限りの歓迎を心がけているところです今後も引き続きクルーズ客船の機構を地元地域経済の活性化につなげてまいりますので ご理解いただきますようお願いし、答弁とさせていただきます。松本隆さん。ご答弁ありがとうございました。で、まあ、一点目の、関係では。まあ、これまでから、あ、舞鶴港には、大型。 クルーズ船がまあその中で、えー、京都市内へ行く、まあ、ツアー客やー宮津またこの伊根方面へのー通ー客のー入り込みがあるわけですけども、まあ、それはそれでこの大いにこの伸ばしていただければと思いますし、まあ、要はこのいかにこの宮津市として、えー 宮津湾に入港をすることでこの経済効果にまた観光振興に結びつけていくのか、まあ、このことが大事なことでありまして、まあ、宮津湾に入港すれば出港までおおよそこの7時間ほど過ごす時間があるようにも言われております。まあ、そういいいった中でいよいよこれから 両町に観光商業センターの計画とともに、門んから宮津間を観光振興の発展ゾーンの位置づけが示されております中で、まあ、例えば、クルーズ船のツアー客が門ん桟橋でおりましてで、府中方面に行かれる方あり、また、 門珠から市内まで巡るルートとしての流れを作ることでその効果と入り込み客の増加にもつながるものと考えますがそのあたり再度お尋ねしますそれから2点目の関係ではできうる限りこのクルーズ船の機構誘致に力を入れていただきたいわけですけどもその取り組みの中でたと、まあ、えこの 立ち寄ることがなかなか難しくとも、周遊を、クルーズ船の,この周遊をしていただくことで、大きな効果が期待できるものと思いますが、客船がこの入れば、大きなこの船の好きな子どもさんは、船を見に来られます。 でそれに伴いまして親家族の方も一緒に同行されます、まあ、そこでこの観光商業センター付近でご覧になるとかまたあるいは道の駅前の護岸から見ていただきましてでその前後の時間でまあそれぞれのこの施設お店で試食していただくことにもつながってまいります。 経済効果や観光振興に伸びしろがあるものとして、またこの世界で最も美しいワンクラブも生かしていただきながら、宮津湾への周遊航海の誘致にも力を入れていただきたいと思いますが、再度お尋ねします。それれから4点目の,この関係では普及啓発に客船が入港すれば 広報誌宮津島のこの表紙写真あたりにも掲載をしていただくとかからまたこの市内で行うこのイベント行事をアピールしながらその期日に合わせ可能な限りこのクルーズ船の入港を呼びかけるなどしていただきましてその取り組みをまたこの積極的に していただきたいと思いますがまあ再度お尋ねし質問とさせていただきます安藤理事兼企画部長ただいまご,しご質問いただきました件についてです、えー、これからもまず、えー、観光あ。光 クルーズ船の誘致に力を入れていってくださいということを言っていただいたと思っております。おっしゃる通り、あの京都府と連携をいたしまして、これからもクルーズ船の誘致について取り組んでまいります。ただあの宮津港につきましては、あのかねてよりただいまもあの鉱石船入っておりますけれども。えー 日本夜勤の航跡船が入る、使用するケースが多々ございまして、これの調整が事前に必要となるケースが発生しております。従いまして、誘致を行う際にも、そういうところにも気を使いながら、クルーズ船の、クルーズ客船の誘致、取り組んでいきたいというふうに考えています。その上で入ってきててききいいただいただクルーズ客船につきましては ツアー客の方などで、京都市内であったり、あるいは伊根方面に行かれたりというようなツアーに出られる方もいらっしゃるわけですけれども、フリー散策のお客さんなどにつきましては、この地域に長く滞在していただきまして、議員からもご紹介のありました観光商業センター、新しく整備を今、進めておるところでございます。あるいは道の駅周辺等でもでもすね 滞在をしていただきまして消費をしていただくようなあ選ばれる観光地になる取り組みを今後も進めていく行きたいというふうに考えますで、また市民の皆様に対する普及啓発をということですけれどもこちらにつきましても分かりましたあのスケジュール等につきましては広報士等を含めて積極的に広報をし歓迎をしていただくと いうことと合わせて、市民の皆様、そのお子さん連れも含めまして、そういう方々にも、宮津湾、こういうところにこんな大きな船が入ってくるんだぞというようなことを見ていただいて、誇りを持っていただくような材料の一つにも使っていきたいというふうに考えますので、引き続きご協力、よろしくお願いいたします。松本隆さん お答弁ありがとうございました1点だけちょっと確認をしておきたいんですけれどもまあまあこのクルーズ船のこの誘致にまあこの航跡船との間でそのまあ調整が必要ということで,で仮にその同時に同時期になった場合はどちらが優先になるのかということで。 そのあたり分かりましたらお願いします安藤理事兼企画部長あの明確なルールとして定められたものがないということで昨年も実際に入港しました客船につきましてそこの鉱石船との調整が発生しましたで、その際には鉱石船が先に入っておった状況 でしたがクルーズ船が後からその同時に同時期に入ってくるということが判明いたしまして調整をしていただきました結果航跡船にそのクルーズ船が入港する日にですね宮津湾から外に移動していただきましたで平成30年につきましても現在宮津湾に入ってくることが予定されている クルーズ客船あるんですけども、これももう現時点で、航跡船と同時期に入ると、バッティングすることがもう分かっております、でそれであの現在、調整をしていただいておるところということでして、あの明確にルールが今までなかったということがあ、そのクルーズ船が入るようになって分かったということもありまして、今後はそのクルーズ船、クルーズ客船の誘致に際しましては、そういうルール作りも必要になると。 いうふうに考えておりますので、京都府公安管理者とも調整をして、クルーズ客船の誘致を行っていきたいと思っております。